お元気ですか、ボクシミンです。今日は 2023BBM ベースボールカードの開封動画です。こちらはですね、ワンパック10枚入りでワンボックス20パック入りとなっておりますので、10パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の10パックでございます。これはですね、直筆サインカードめっちゃ出るんです。出ることは出るんですが、確率はものすごく低いんです。だからもう直筆サインカード出たらね、もう奇跡と思ってくださいね、これね。ではいきます、まず前編の1パックです。ごめんなさい、今手袋をはめてるのでね、今なかなかね、閉じくいところをご了承ください。中日のこれは、オルランド・カリステ選手でございます。で、横浜の森敬斗選手でございます。中日の小笠原慎之介選手でございます。巨人の赤星雄二投手でございます。オリックスの内藤豪選手でございます。で、巨人の浅野翔吾選手のこちらカードでございますが、ちょっとね、光ってございます。こちらがですね、200枚限定でございまして、300分の173でございました。これ、ね、300枚の C でございました。失礼いたしました。で、大勢投手のこちらキラーカードでございます。 WBC 侍ジャパン代表でもありました。オリックスの宇田川優希投手でございます。こちらもね、侍ジャパン代表でございました。日本ハムの万波中正外野手でございます。ソフトバンクの大関智久選手でございます。2袋目でございます。広島カープの床田弘樹選手、ヤクルトのドミンゴ・サンタナ外野手で、これジャイアンツのね、チェックリストでございます。ソフトバンクの吉田健吾選手、広島東洋カープの斎藤佑太選手で、読売ジャイアンツの戸郷翔征選手のキラーカードでございます。楽天の阿部俊樹内野手でございます。中日からね、トレードで楽天に入団しました。オリックスの山崎颯一郎選手でございます。これは千葉ロッテの高部明人選手でございます。で、伊藤大海選手ね、北海道日本ハムファイターズのこちら、クロスムーンでございます。3袋目でございます。阪神の岩崎つぐる選手でございます。巨人の丸義弘選手でございます。で、横浜の佐野啓太選手のクロスムーンでございます。こちらね、楽天の平祐也選手でございます。巨人の門脇誠選手でございます。で、東京ヤクルトのですね、吉村晃治郎選手ね、こちらスターダムカードとなっています。
これ阪神の岩田敦貴投手でございます。で楽天の銀次内野手でございます。ソフトバンクの、ウィリアンス厚でよ内野手でございます。ちょっとね、下噛みそうな名前なんでね、申し訳ございません。で埼玉西武のね、ジートリックエンス選手でございます。4袋目でございます。広島東洋カープの新井貴浩監督、現在監督ですね、これね、のクロスムーンでございます。でヤクルトの木澤直文投手選手です。で中日のトイロ・アルモンテ外野手でございます。復帰しました。で阪神の中野拓夢内野手でございます。 WBC 侍ジャパン代表でございました。で、清宮幸太郎選手でございます。ちょっとごめんなさい、2つねちょっとくっついておりましたけどね。でこちらですね、ホロハクサインカードかな。でこちらでございます。でこちらがですね、50分の、35となっております。でこちらですね、横浜の、松尾志音選手でございます。ソフトバンクのこれは育美外野手のカードで、キラカードでございます。日本ハムの伊藤博美選手でございます。西武の愛斗選手でございます。楽天の唐島渉選手でございます。5袋目でございます。ヤクルトの中村悠平捕手でございます。 WBC 侍ジャパン代表でございます。伊藤将司投手でございます。広島東洋カープの、チェックリストでございます。西武の青山湊選手でございます。広島東洋カープの川野圭投手でございます。ヤクルトの長岡秀樹内野手のキラカードでございます。埼玉西武ライオンズのこれは与座海人選手でございます。オリックスの紅林幸太郎内野手でございます。千葉ロッテの増田直也選手でございます。ソフトバンクの三森正樹選手でございます。5袋目でございます。横浜の今永翔太投手でございます。 WBC 侍ジャパン代表でもありました。読売ジャイアンツの松田陸選手でございます。ヤクルトの高橋奎二投手でございます。 WBC 侍ジャパン代表でもありました。広島東洋カープの久保修外野手でございます。で西武ライオンズの蛭間拓也選手のスターダムでございます、カードでございます。で今永翔太投手の今度はねキラカードでございます。で楽天の浅村秀人内野手のクロスムーンでございます。ソフトバンクホークスの柳町達る外野手でございます。千葉ロッテの二木浩太選手でございます。オリックスの宮城博也投手でございます。6袋目でございます。広島のこれ遠藤敦史投手でございます。
横浜のこれはトレイ・アンバギー外野手でございます。ヤクルトのサイ・スリーノ選手でございます。オリックスのソダニ、ソタニ雄平選手でございます。横浜の橋本達也投手でございます。こちらね、中東右京内野手のこちら銀箔のねサインカードでございます。こちらはね、CR ナンバーは入っておりませんのでね、ご了承ください。こちらね、西武の野田海人捕手でございます。楽天の早川隆久選手でございます。オリックスの平野義久投手でございます。でこちら千葉ロッテマリーンズのチェックリストでございます。8袋目でございます。でこちらねヤクルトスワローズのチェックリストでございます。中日ドラゴンズの高橋周平選手の選手でございます。ちょっとごめんなさいね、はい、で阪神タイガースのブライアン・ケア投手でございます。広島東洋カープの松本裕也選手でございます。オリックスの斉藤京介選手でございます。阪神タイガースの森下翔太選手でございます。で阪神タイガースの中野拓夢選手のキラカードでございます。東浜直選手、ソフトバンクホークスのクロスムーンでございます。埼玉西武ライオンズの山川穂高選手でございます。千葉ロッテマリーンズのクリストファー、クリソフトもメルセデス投手でございます。巨人からね、加入 しました。9袋目でございます。ちょっとごめんなさい、ちょっとねハサミがね、ちょっとねぶつけてしまいました。失礼いたしました。ヤクルトのライネル・エスピナル選手でございます。中日の岡林勇気外野手の、これはクロスムーンでございます。阪神タイガースのジェミリー・ビースリー選手でございます。で横浜の伊勢ヒロム選手でございます。こちら日本ハムの安西かなと選手でございます。ちょっとごめんなさい、ちょっとね、ヤクルトの沢井蓮選手でございます。オリックスの内藤豪選手のキラカードでございます。これは日本ハムの加藤貴之選手でございます。ソフトバンクの2番モネイロ選手でございます。で西武の殿崎修太内野手でございます。で最後の、10泊目でございます。中日の、アレツ・ジジス・アキーノ外野手でございます。すいませんけどまたね舌を噛みそうな名前なのでね、すいませんご了承ください。読売ジャイアンツの岡本和馬、内野手でございます。岡本和馬選手でございます。サブルジチ日本代表選手でございます。2つね固まってしまいましたので申し訳ございません。京田陽太内野手でございます。中日からトレードで横浜に加入しました。林勇輝投手楽天でございます。中日の山浅祐之介選手でございます。日本ハムの伊藤博美投手のキラカードでございます。
ソフトバンクの東浜尚投手のクロスムーンでございます。日本ハムの玉井大翔投手でございます。千葉ロッテのグレゴリー ボランコ選手でございます。巨人から、加入しました。で最後はソフトバンクホークスのジョー・ガンゲル選手でございます。以上で BBM 2023BBM ベースボールカードファーストバージョン前編を終わりたいと思います。後編もねやりますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。